はい、タンタンです。本日はこちらでございます。木目も素晴らしいこちらの、カニレアウクレレの KSR-ST プレミアムになります。見ての通りハワイアンコアの木目が、グレードの高いプレミアムグレードを使用した、このねボディ大きいの分かりますかね。このボトムのかなり大きいスタイル、ワイドボディを採用したプレミアムグレード材を使用したテナーサイズのテナースケールの、ウクレレになります。非常にこのボディの感じね、テナーよりもやっぱりこう広めなボディスタイルを採用しておりますので、とても音のね、出方が全然違うので、後ほど弾いてみます。裏もね素晴らしい、このカーリーのコア、プレミアムグレードのカーリーコア、素晴らしい材を使ったこちらモデルになります。こちらが、このねコンタ加工も入っている機種になります。ここですね、当たりが本当に滑らかになっているので、こうね抱えた時にここが角がない、ストレスのない設計になっております。そしてですね、ヘッド側を見てもらうと、スロッテッドヘッドっていうこうくり抜きタイプのスロッテッドヘッドになってて、しかもですねこのめちゃくちゃ薄いヘッドスタイルに合わせてステルスキーペグっていうこういう本当に小さい、日本製のね五島ペグを使っておりますので、非常に軽量な作りになっております。このねやっぱりボディとかこう大きくしていくとどうしても重量がどんどんね増えてしまうんですけれども、そのあたりはかなりこのヘッド形状、だったりとか、まあそんな感じので、重量が非常に持った感じも非常に軽い、この大きさなんですけども非常に軽い印象でございます。で音がですねすごい大きいんですよね。テナーサイズの、ウクレレに比べても全然ボリューム感は違います。しかもこう軽量ボディで鳴りが、本当にこうあのボワンとこうねしっかりとこう出てくれる印象でございますね。で本当にこの辺の、ね、加工とかもすごい細かく綺麗にやってくれてるので、なんかこう大きさをね感じさせないぐらいこう軽量で非常に良くなってるかなと思います。まあ、材のね良さこのあたりも多分見てもらえれば分かっていただけると思いますけれども、非常にハイグレード材を使っておりますので、ぜひですね店頭でも、見て弾いていただければなと思っております。こちらがカニレアウクレレの KSR-ST プレミアムでございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。